親の愛を知らなくても、人のぬくもりを知った人間は強くなれる。人を愛することができる。あの子は慣れたよ。きっといい母親に。5年前に無理心中として処理された事件について話を聞いてほしいそうだ。お孫さんを見たってことですか。みやび、心中なんてありえない。母親だから分かんのよ。彼女は未熟な母親でした。うちの子に何か。ミクちゃんのあざは虐待です。なんで親にされたこと繰り返すんですかね。そういう人間は母親にならない方がいいのよ。本当に生きてんのか。当時4歳だぞ。光の反射。いなくなった日の学校と同じだ。あの子は何も言わない。何も言えない。それをどこで見た。容体が急変したそうです。言ってあげてください。どんな過去があったとしても未来は変えることができるから。